はい、ハムトリの思い出第2弾です。まあ結構、まあ、小遣い稼ぎでハムトリしてるっていうのは前の動画で言ったことありますけど、あ、前の動画っていうか、小遣い稼ぎっていう、まあ、別のチャンネル作ってそこで、まあ、言ってるんですけど、結構3.11、2011年の3月11日の大地震の後、結構お金に困ってたのと、今一軒家に住んでるんですけど、この家に住む前は2万5000円に800円の教育費を払った2万5800円のまあ月の、まあ、収入で住めたので良かったんですけど、ここの一軒家に移ってからは家のローンが3万円で、教育費が教育費じゃなかった、固定資産税が年4万1000円かかってたんで、それを払うためにちょっと結構まあ苦しかったんですよ。特に地震の後は収入も下がっちゃったんで、でもう一つこういう一軒家に住んで困ったことは、健康保険料が上がったってことですね。厚生年金だったっけ、今16,000、月に16,800円払わないといけないやつ、当時は確か15,100円か、その辺だったと思うんですけど、毎月、まあ、これは免除申請出したら免除申請通ったんですよ。もう取得が少なかったので。でも健康保険だけはどうしても払わなくちゃいけなかったと。で、これを払うために、結構頑張ってたんですけど、健康保険料ですね。まあ、特にこの5100円が本当に重くて、前のソフトアクティブリに住んでる時の1700円から5100円に上がったのは本当に痛くて、免除申請願い出したんですけど、まあ、通らないんですよ。はっきり言って、あんまり僕病気したりすることがなかったんで、病気や怪我した時は全額、どうせ3割負担だったらあんまり意味ないから、全額を、病気になった時は全額払うんで、免除をしてほしいと頼んだんですけど、健康保険だけはどうしても一軒家住んでたらダメと。もうこれ相当きつかったんですよ。で、せどりって言って古本屋で安い古本買ってネットで高く売るっていうのも、3.11 の後、内地から来た人が同じ、それする人が多かったので、せどりで儲けるのがすごい難しくなって、まあ、空き缶拾いも考え、ちょっと一瞬考えたんですけど、空き缶拾いって、あれも結構危ないんですよ。結構ホームレスの人たちが、なんかそれぞれ、ゴミ箱になんか縄張り持ってて、なんかここは俺のなんか、縄張りだ、とか、俺の空き缶だ、いや、あんたの空き缶じゃないだろう、とか思うんですけど、まあ、こんなしょうもないことでは、空き缶ごときで喧嘩とかしたくないので、まあ、そんな危ないことはしないなと。比較的安全にできることは何かって考えたら、当時の僕にはハブ取りしか思いつかなかったんですよ。で、ハブ取りって言ったら結構例えば南城市の養鶏場の周り、今でも結構いるんですけど、まあそういうところもあるんですけど、でもあそこ数は多いですけど結構ちっちゃかったんですよ。で、また行くの大変なんですよ。結構坂道で山登って、で、比較的あんまり坂道がないところで行けるところっていうと、那覇市の泊の墓場、あの周辺で結構墓場ってもうお墓だから当然お供え物を配る人が多いじゃないですか。そのお供え物を狙ってネズミとか、あと鳥とか、あと木、結構大きい木がなんか墓場周りみたいなので、その木の上に鳥の巣作って、それを目当てにハブが結構夜中の2時3時ぐらいに木に泊まってるんですよ。で、それを目指して、で取りに行くんですけど、まだハブも結構大きくて170センチぐらいあったんで5000円で売れたんですよ。さすがに180の1万円クラスはもう1回も取ったことないですけど、170クラスは結構取れたんですね。もう最近は行ってないんで、今取れるかどうかは分からないですけど、2011年頃は結構取れたと。で、健康保険料を払うために、まあハブ取りをよくして、まあハブをよく取りに行ってたんですけど、まあその時の思い出の一つとして、まあ、2回だけですけど、覗きと間違えられたことがあるんですよね。木登りじゃないですか。まあ、ハブ取りのために。
で、ハブと、まあ、結構あの、木の上のハブって、あ、結構こっちも動き制限されるから棒使ったりとかして、取るの結構手こずるので、まあ、一匹取るのに、まあ、30、まあ、30分くらいかかるんですけど、まあ、5000円も、まあ、5000円もするハブだから、まあ、時給にしたら1万円じゃないですか、30分で5000円だったら。まあ、ハブ取ってすぐ買えるんですけど、まあ、それでも30分くらいかかるんですけど、でも30分もかかっていると、夜中の2時、3時でも、まれに、向かい側に住んでる人が、なんか、夜中の2時、3時に起きて何してんのか知らんけど、まあ、まあ僕の存在を気づいて、まあ警察に通報するということが、まあ2回ほどありまして、まあ、呼ばれちゃったことが、まあ、まあ、残念ながらあるんですよね。まあ、パトカーが来て、ああ、なんか事件でもあったんか、何があったんかなと思ったら、パトカーがどん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 近づいてきて、僕の足元で止まるんですよね。あれとか思って、まあ、警察が出てきて、なんか15分ほど前から木に登って覗きをしている人がおるって言って、お前なんか知らんかと。いや、僕30分ほど前から、この木に登ってますけど、覗きしている人なんかいませんでしたよって答えると、お前のことやろ降りてこいとか言って、まあ、すごい怒鳴られて、まあまあ降りるじゃないですか。まあ、そこ捕まりますよね。まあそこ捕まるというか、腕組まれますよね。ちょっと、そのカバンの中、ビデオカメラがなんか入ってないって。普通、警察って、そういう怪しいところで捕まっても、一応、仕事だから、ちょっと調べさせてくださいねとか、犯人扱いいきなりすることはないんですけど、当時の僕は、ちょっとよほど怪しく思われたのか、もう、ほぼ黒扱いですね。まあ、なんか、見せるのは構わないけど、ハブ逃げられたら困るので、パトカーの中で見てほしいと言ったら、まあ、二人いるので、一人が僕の腕を組んで、一人が、まあ、ハブをカバンの中確認にパトカーに入るんですけど、この組んでくる人の腕が太いというか、こう横を見たらなんか耳つぶれてるというか、この人、もしかしてなんかレスリングか柔道かなんかやってないかなって、組んだ感じも力も相当あるのがわかるんですよ。一応僕らって昔ボクシングのプロライセンス取って試合も5回して1回勝ってるので、なんていうか平均よりは強いんですよ。まあぶっちゃけけど、それ組んでる人、まあ明らかに僕より強いなと。まあでもこういう強い人が警官やってくれないと、まあ僕ら一般市民としては安心できないなっていうか、まあそういう強い人が警官の方がありがたいんですけど、僕捕まえるのはおかしくねとか、まあ思うじゃない、まあまあ思うんですけど、まあまあそれはいいや。まあとりあえず、まあカバン開けた警官が、ハブは前の動画でも言ったと思いますけど、打たれ弱いんですよ。だからこう叩きつけたりとか、衝撃与えるのはやめてほしいんですけど、開けた瞬間にフロントガラスに多分ものすごい勢い叩きつけて、なんてことすんねんと、怪我して安くなったらどうすんねんとか思って、まあ実際4000円になったんですけど、もうこんなんですよ、もう出てきて。お前何して、お前何やねんけど、いやいや、だからハブ入れてたん、まあ、もう事情聴取ですわ、まあ、パトカーの中で。なんでハブなんか取ってんねん。いや、お金がないんで、まあ、お金ないのはいいとして、その、ハブなんか、ハブ取ったお金、何、いや、ちょっと健康保険料を払わないといけなくなりまして、とか、いや、健康保険を払うお金がないんで、まあ、ハブ取りして健康保険を、って、お前、おかしいやろ、なんで、健康保険料払ってハブ取りすんねんとかで。まあ、健康保険、まあ、でもそう言われて、まあ、確か言われてみたら、まあ、ちょっと、なんか、まあ、ハブ取りってちょっと、まあ、危ないっていうイメージが、まあ、実は危ないんですけど、まあ、その危ないハブ取りをして健康保険を払うっていう、この矛盾を突かれて、あ、確かにな、って、まあ、警官も、ちゃんと働けと。定職につけと。あ、その通りだなと。まあ、それから、ちょっとまあ、就職活動を始めることになったんですけど、で就職活動してもすぐ決まらなかったんですよ。だから、まあ、一応就職活動しましたよ。例えば、探偵になろうと思って探偵試験を受けたりとかして、まあ、落ちちゃいましたけど、まあ、いろいろ就職活動して、やっぱ、まあ、すぐ決まらなくて、翌月もまたここに来て、ハブ取りしたんですけど、
夜中の2時3時に起きてる、なんで起きてんのかわからんけど、まあまた呼ばれて、その時にもう僕の名前呼ばれたんですよ、そこ。ええとか、ちょっと、なんかたった1回で僕の名前覚えるとかと思って、警官も違うし、とか、それを最後に、まあ、なんていうか、実質的に、まあ、その後、9月26日には就職できたの、できて働くことができたので、それ以降はハブ取りはしてませんですけど、まあ、ネタとしてはいい話かなと思って、ちょっとネタに入れてみました。では。